いや、私もこのユウさんの気持ちを考えたときに、やっぱり一番にこう出てきたのは、何が問題なのかな、何が一番引っかかるポイントで、どこがこうティッピングポイント、そのトゲを抜くといいのかなというのを考えたときの一番最初はやっぱり、まあ、もう30代になられたということでもありますので、そのおそらく暴力を振るっていた頃のお父様も多分今ユウさんと同じぐらいの年代だったと思うんですよ、うん、その同じ年代になった時の、実はその親と子で見ると、子から見ると親ってすごく立派でもう完璧な姿で見えていたけども、でも実はすごく弱くてっていう話されましたけども、実際私も今37になってみて感じることは、あれあんまり変わってないなっていうね、うん、そんな全然完璧じゃないし、もう心の浮き沈みもあるし、他人のせい環境のせいにしたいこともあるし、そんなに大人になったからといって誰もが立派であるわけではないんだなと、ただでも子供の前ではもう何ていうんですかね、こう一生懸命いい子に育ってほしいから、こう よく振る舞おうとかっていうのはあると思うんですけども、一個人として考えると、まだまだ全ての人たちが修行の途中、全ての人が何かしら地上に生まれたその理由、心の傾向性を直すためにみんなが頑張っている、それは家庭の中でもそうだし、仕事の中でもそうだし、もしくは、まあ、そういった子育ての中でもそうですけども、全てが自分の心をより豊かに、より飛躍させていくためのまあ、種なんだなっていうことをなんか感じさせていただいて、だからこそ今なんかこうユウさんが介護職に就かれているっていうのも一つの何かこうなんか紙仕組みかなと思うんですよね。でいろんなこう体の不自由なまあお年寄りの方をおそらくこうケアされたりとかすると思うんですけども、そこにも理由がある、その方々一人一人も歴史がある、なんかそういったことに触れることによって、もしかしたらお父様を許すなんかきっかけが得られるのではないかなというのを、このユウさんのお悩みを聞かせていただいたときに、まあ、ずっと考えていた中で感じさせていただきました、で、まあ、そういったところに対してのなんか一点語というか、もし問題解決のヒントになればというふうに思ったのがですね、例えばなんですけど231ページ、まあ、今ユウさんの心の中にはお父さんを思い出すと、おそらくなんですかね、どす黒いというか、なんかこう気持ちの良くない感情がきっと生まれてくると思うんですが、そこに対して、まあ、こういう考え方があるので、ぜひちょっと考えていただきたいんですね。231ページ2行目ですね。一旦自分が濁ったために、そういう同類のものを引きつける状態になっているならば、今度はその正反対の聖なるものを少しずつ少しずつ入れていくことです。薄絹を剥がすように自分の汚れの部分を少しずつ少しずつ取っていくことが大事です。まあ、この言霊をこう聞くだけでもユウさんの中にこう光が入ると思うんですが、ただその今最後にですね、この少しずつ少しずつというのがすごく大事で、一瞬でパッと、もちろんですね、なんか奇跡が起きてもう考え方がコロンって変わることもなくはないです。でも多くの人たちは、多くの状況においてはやはりそれは一つの修行なので、こう一気に何かこう他力的なそういったものが祈願でポンってきてですね、全部心がきれいになってわあ完璧人間というよりは、なぜそういったことが起きたのか、先ほどね社長の話もありましたけど、なぜ今こういう状況が起きているのかということをしっかりと見つめていただいた上で、自分の心を変えていく。でも心ってすぐ変わらないんですよ。で最後にその次のように、すごくこれもですね大事な言葉なんですが、修行というのはある程度年数を続けなければダメなのですっていうことが書かれているんですね。だからもしかしたらお父様へのお気持ちは1日では拭えないかもしれない、でも1年5年10年という月日を経る中で、少しずつその氷のように冷たく固く閉ざされていた気持ちが氷解していって、本当にこう美しい清流となってユウさんの心を清めていく、そういった日が必ず来るのではないかなというふうにも思いますので、少しずつでいいのでお父様のその時の感情、なぜ子供に暴力を振るうような状況だったのかとかですね、仕事がうまくいってなかったのかなとかですね、ぜひまあ一番いいのはコミュニケーションを取っていただくことが一番いいんですけれども、そういった思いを馳せていただきながら、こういった
大川隆法総裁が書かれている本などを読んでですね、少しずつ心に清いもの、美しいものを入れていただければなというふうにまずは思いました、うんうん、どうぞ今のあの三宅さんのお話の続きとしまして、そのもしお父様のことを振り返られるときにですね、304ページになるんですけれども、人間は霊的な存在、魂を持った存在であり、霊天上界、実在界という世界が本当にあって、そこには神仏と言われるような高度な存在から菩薩や天使のような存在がいて地上を見守っています。はい、この文章にあるようにゆうさん自身の人生も少し SF のような話になるかもしれないんですけれども、そういう天上界っていう世界があって、天使菩薩そして神様がそういうゆうさんが苦しい時も苦しみを背負って一緒に見て見守ってくださってるんだっていうことをどこか心の片隅に置きながら、そういう辛かった過去も思い出していただくことによって、ただ辛い過去だけではなくて新しい自分の過去が見えてくるんじゃないのかなということを思いました。なのでぜひこちらの秘密の方を読んでいただいてさすが営業ですね今ね一つ思い出したんだけど、ご家族の葛藤っていろんなところにありますよね、はい、でね、これ生まれ変わり天正輪廻の秘密として幸福の科学では教えていただいてるんですけど、今たとえね父親母親子供の関係であったとしてもですね、大体あの絆が深い魂ですから、時にはですね子供だった人間が親になったり、親と子供が入れ替わったりですね、夫婦になったり兄弟になったりして、同じソウルメイトとして時代を変えながらこうやって生まれてくる。そうやって何してるかっていうと、やっぱり魂のデコボコをなくしてるんでしょうね。そういうことを考えると、もしかしたら今の環境ね、お父様に虐待されたこの環境っていうのはお父様にとってのおそらく乗り越えなくちゃいけない課題でもあり、あなたにとってのゆうさんにとっての乗り越えなきゃいけない課題であり、奥様にとっての課題でもあって、皆さんのおそらく問題集の一辺なんだろうなっていう感じがしますよね。だそう考えた時に、あなたはきっと自分は自分の父親のようにはならないぞって絶対思ってると思うんだけど、もし家庭を持ってこれからお子さんができたりしたらね、まあ本当にあの良き父親になってほしいんですけど、よくここで間違えちゃうのはね、子供もどんなに小さくても一人のやはり魂を持った人格を持った子なんですね。ですから親の所有物ではないんだということをやはりこうしっかりと胸にねして、お子さんを育てていただきたいなと思います、本当に逆の立場だったらどうなんだろうかっていうのを一度ね考えていただくと、またいろいろなこう自分の誤りであるとか誤解というものも出てくると思いますんでね、反省の材料にしていただけたらなというふうに思います、